はい、続いてご紹介させていただくのがこちらミッフィーフラワーシリーズをご紹介させていただきます。その名の通り絵柄にミッフィーにいろいろな季節のお花がデザインされているシリーズとなっております。お花畑にミッフィーがいるような感じのデザインになっています。花畑で遊んでいるような感じのシリーズ、はい、でポイントとしてファスナーがあるものにはこういうふうにチャームが、こちらは可愛らしい、ピンクにはチューリップ、こちらにはガーベラですね、ガーベラがついている形になってます、はい、商品としてはまずはフラットポーチ、はい、あで、あこれはティッシュポーチか、ティッシュポーチですね、お色が2種類あります。こちらともう一つがこちらですね、はい、そして続いて台形ポーチ、はい、ちょっと大きめの台形ポーチになります。で中はあこのように仕切りがあるので、あ本当だ、結構しっかり入りますね、仕切りがあるのが嬉しいポイントです。そしてチャームがついている、はい、でお色がこの2種類になってます。そしてその後がマルチケース、このように蛇腹になっていて、中の仕切りのところにも絵柄がプリントされているものが入っているの で、ね、でこちらにカードや診察券とか、あと保険証を入れていただいたりとか、はい、お薬手帳とか、で大切なものはこちらに入れていただけるようにジッパー付きのポケットがついています。仕切りがついていて整理収納がしやすいような形になっています、はい、こちらもお色が2種類あります、はい、こちらとこちらですね、なってます。そして続いてご紹介するのがメガネケースですね、はい、メガネケースです。このように普通のメガネやサングラス、リーディングラス、すべて入れられます。で若干クッション性があるので安心して入れることができます。ガサッと入れやすい形になってます。マチもしっかりありますね、チャーム付きでちょっと高級感があります。こちらのお色ともう一色あります。続いてご紹介するのがバッグでいいんですかね、はいはい、まずが小さいサイズのものですね、になってます。中がシンプルにオープンポケットが一つついている形で、外側にもオープンポケットが一つついています。持ち手のところはこんな感じで、そうですね、総柄になっています。総柄になっているのでデザインも可愛らしくなっております。マチもしっかりあるんで、はい、春先のお出かけにもぴったりですね、柄としても。あとランチバッグにしても、ああ、いかそうですね。で、大きさとしては続いてこっちかな、ね、ちょっと大きめなサイズもご用意しています。オープンポケットが内側に一つと外側に一つずつついています。可愛い、深いマチもあるので、はい、ちょっと荷物が多めな方でも収納しやすいかなと思います。かなり多くなります。お色によってこう雰囲気が全然違うので、ピンク系の色合いだと可愛らしくなっているような感じになっています。でこれがカードケースですかね、はい、はい、こちらはカードが20枚入るような仕様になっています。日常で使う交通系のカードから、はいはい、キャッシュカードからポイントカードまで幅広く使っていただける、収納しやすいっていうところがポイントですね、はい、可愛らしいです、はい、そして最後が拡大鏡と普通の鏡が入っているコンパクトタイプの、はい、ミラーになります。ミラーになっています。手鏡ですね、まあ、ポーチの中に忍ばせていただけると長く愛用できるタイプになっています。ということでミッフィーフラワーシリーズをご紹介していきました。ぜひよかったらご検討いただければと思います。